こんにちは、トガラシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今は2018年2月ということでございまして、お隣の国韓国で平昌オリンピックが開催されております。それで平昌オリンピックが開催されてるからということで、思い出したかのように今回の動画を作らさせていただきまして、まずは最初に大変恐縮なんですが、今回の動画を作っていきました。今回は2012年にロンドンで夏のオリンピックが開催された時、勤めてる会社の社長にロンドンに一緒に連れてってもらったんです。その時の動画が出てきましたので、そちらの動画を思い出したかのようにアップしてしまって大変恐縮なんですが、動画を作っていきたいと思います。オリンピックらしさを出すために日の丸の旗とビッグベンの前でビールを飲んだ写真です。ロンドンヒースロー空港に到着いたしました。この頃はまだあんまり旅行慣れしてない時代だったかもしれないので、こうして地下鉄に乗るのもなんかすごい新鮮な感じがしました。ロンドンで行ったらこの2階建てバス、こちらが室内種目のいろいろな競技が集まる会場、エクセルです。この日は柔道を見に行くことになっておりました。会場の中に入っていきます。柔道会場、派手な演出がありました。日本人選手はこの時は、女子選手は上野選手、男子は中井選手でした。夜になりまして、ステーキを食べに行った時の写真もアップしておきます。で、翌日、この日は女子バレーを見に行きました。女子バレーの会場に行くと、やっぱり日本代表戦ということもありましたので、日本人の方すごく多くいらっしゃっておりました。会場ではウェーブも沸き起こっております。オーロラビジョンのような画面でこういった感じで演出もありました。バレーボールのコートの前で記念撮影でございます。ビールを片手にグッドポーズ。そして次の日になりまして、この日は卓球を見に行きました。韓国と北朝鮮ですよ。面白そうですね、韓国対北朝鮮。こちら卓球会場でございます。広い卓球会場で、決勝トーナメントだったのでコートは1面だけでした。そうだね、イギリスのロンドンに来ています。今日は2012年8月2日です。ロンドンオリンピック開催中のロンドンはものすごい盛り上がってます。ここはホースガーズパレードという場所で、今回のオリンピックではビーチバレーのコートがある場所です。この先に見えるのがバッキンガム宮殿で、ここから直線の道路が、通行止めでオリンピック開催用になっています。ビーチバレーの会場にも見に行きました。女子のビーチバレーは日本選手は出ていなかったんですが、男子のビーチバレーは朝日健太郎選手が出ておりました。観客席からはロンドンの街並みを見ることができます。この場所でビーチバレーが開催されます。
ビーチバレー会場でもビールを買って記念撮影ということになりました。せっかくロンドンに来ておりますので、ロンドンの観光もしました。こちらは地下鉄のエスカレーターです。宣伝がたくさん貼ってありました。ロンドンのビッグベンがすごい近くに見えます。イギリスのロンドンといえば2階建てバスが有名だと思いますが、最近だんだん新しくなってきて、綺麗なバスが多いですが、昔よくテレビなどや、写真で見たレトロなバスも今でもあるようです。観光船のような船の上からロンドンの街並みの散策もしてました。ロンドンオリンピック観戦終わりまして日本へ帰っていきたいと思います。今回はバージンアトランティック航空の飛行機で帰ってきました。こちら機内食なんですが、今でも鮮明に覚えているのは、欲しいとも言っていないのに CA さんがもう一つ用意してくれました。これは嬉しかったです。それなのでラザニアとドリア両方食べることができました。嬉しかったことを今でも記憶しております。ということで今回はピョンチャンオリンピック期間中ということでこの動画があることを思い出したので、今更ではございますがアップしてしまったことを何卒お手柔らかにしていただければと思います。ということで今回の動画はこれにて終わりたいと思います。どうもありがとうございました。